三重県の医療機関からは DMAT に所属する医師や看護師ら延べ205人が能登半島地震の被災地に派遣されました先月17日に活動を終え一部の隊員が三重県庁を訪れ一日時に活動内容を報告し意見交換では災害時に患者をヘリコプターで搬送する環境整備などについて県の協力を求めたということです